南口改札口花小金井駅は東京都小平市花小金井にある西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は SS18 東京都立小金井公園の最寄り駅の一つである。駅名は小金井桜にちなんだものである。島式ホーム1面2線を有する地上駅。もともとは田無駅と同様に上下本線の間に抽選を設けた2面3線構造だったが、 これを撤去し、現在の形態になった。ホーム中間部の複員が広いことや、ホームに侵入する手前の線路が上下線で大きく、間が空いていることなどに、当時の二面三線構造の名残を見ることができる。かつては、旧中線部分にホーム屋根がなかったためはっきりと名残を見ることができたが、改装工事によって屋根が建て替えられたためなくなった。 旧西部鉄道時代から長い間地上駅舎は線路の北側にのみ設けられていたが、1998年に橋上駅舎が新設され、南口を設置した。それ以前は、古線橋で駅舎とホームを連絡していたが、車椅子利用者などのために使用する校内踏切も残されていた。ホーム及び北口、南口と改札外を連絡するエレベーターエスカレーターが設置されている。 トイレは改札内コンコース部に立地し、多機能トイレを併設する。京場駅舎の共用を開始した1998年に、西部の駅で初めて駅改札内トイレに無料のトイレットペーパーが配備された。改札外などに出店している構内店舗の詳細は、西部プロパティーズ公式サイト、花小金井駅の店舗情報を参照。 2020年度の1日平均乗降人員は42,843人であり、西武鉄道全92駅中15位。東久留米市や西東京市、小金井市の境界に近く、3市からの利用者も多い。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下表の通り、西武バス、関東バス、立川バス、都営バスにより運行され、 以下の路線が発着する。乗り場は、北口商店街を抜けた先の、西友花子金井店前にある。一時期、花子金井北部地域を運行した小平市、コミュニティタクシー、花子金井駅北口停留所が設置されていた。市内の公共交通困難地域対策として、大沼城、花子金井地域コミュニティタクシーを考える会での、 検討を経て実施した実証実験運行で2008年4月から9月まで先行実施した大沼地域での結果が好調だったことをも踏まえ同年10月6日から2009年3月31日まで実施されたが運行を終了している記事本文の出展利用状況の出展ありがとうございます